正面大鳥居ハイデント鳥居の円形宮城県五国神社は仙台市都心部の西にある青葉山の仙台城本丸跡に創建された神社である。明治一新以降の所持編、仙駅における宮城県関係あるいは縁故のある戦死殉難者五万六千余柱を祀る。新門は十五期区に桜。日清戦争後の明治三十一年に組織された キラ中会を母体として、日露戦争中の明治37年8月27日、現在地に、将魂者を建立し、第二本帝国陸軍、第二師団刊下及び、山形県の戦死者の一部を祀ったのを起源とする。昭和14年の内務省令により、内務大臣指定後国神社となり、宮城県後国神社に改称した。 昭和20年7月10日の仙台空襲で社殿を消失し、身体は市内の秋保神社、カリミアに移された。戦後の連合国軍占領期には仙台城二の丸を中心に進駐した米軍に隣接し、宮城神社と称していた。昭和25年国有地払い下げにより、当社が本丸一体を所有すると仙台市は仙台城本丸の私有財産化に反対し、 土地の一部を買い上げて、こういう財産化したが、当社所有地は残った。新中軍が去ると、昭和32年に社名を宮城県五国神社に戻し、昭和33年に伊勢神宮、別宮、風宮の旧社殿を移築して復興した。昭和52年10月12日、正面拝殿に火炎瓶が投げ込まれ炎上。神社関係者が消火にあたり、 鉄製の廃電の扉を焦がしたところで沈下させた。天皇陛下御在位五十年記念事業に反対する過激派の犯行と見られている。平成十九年十月には特攻有志の像が混流された。なお、第二師団の将兵、軍属の墓は仙台市青葉区小松島の時は大墓位にある。別宮として浦安宮があり、右宮には、 アマテラス座公を上保か見柱、左宮には当地に古くから鎮座する白水稲荷大臣と仙台半藩そ藩の伊達正宗を祀る。例年、年末年始を中心に参拝客をもてなす、福娘が12月上旬に選ばれる。内訳は、ミス福娘1名、純ミス福娘2名、福娘5から7名。ミス福娘出身の有名人として、白鳥ゆり子がいるほか、 在任中に、ミス日本に選出された者もいる。当社は、仙台城市に鎮座しているが、仙台城は、母親戦争で官軍に占領されてから第二次、世界大戦後の米軍の仙台神中まで、政府側の軍事拠点が置かれていたところである。そのため当社は、靖国神社と同様に、天皇、朝廷、政府側の立場で命を捧げた者を祭人としており、 五神戦争に敗戦して、俗軍となった仙台藩関係者は祀られていない。戦没仙台藩士戦2 6 0人は、伊達政宗の霊廟、随宝殿に、明治10年に建てられた、長魂碑に祀られている。また、政宗を祀る青葉神社も、明治7年に、北山御山、東照寺敷地内に創建された。このような背景があるため、 当社が戦後も仙台城市を所有し仙台城市観光の収益を独占する体制を批判する意見が聞かれることがある。その一方で仙台市が所有する区画には現在観光客向けの土産物や飲食店の類はないため仙台城市観光客の満足度を高める一助となっている側面もある。当社が仙台城市にあるため 戦国バサらファンが正宗を祀る神社と勘違いして参拝するようになり、ゲームのキャラクター化された正宗らを描いた絵馬を奉納する霊が目立つようになった。ありがとうございます。